秋の深まりとともに全日バットは熱く熱く燃え上がります。87ジャイアントシリーズ千葉大会はいよいよセミファイナル、ジョン・テンタ・高木勲対天竜原好カードを迎えました。さあテンタ・高木、全日本期待のヤングチーム、全日最重量相撲コンビであります。高木130キロ前を来ます。そしてジョン・テンタ160キロであります。プロの厳しさを天竜同盟によって教えられた高木、そしてテンタであります。デビュー5ヶ月のテンタ、9ヶ月の高木、キャリア10年の天竜同盟に対して明日につながるファイトを期待したいと思います。さあそして天竜同盟の入場であります。タイガー中野組が、輪島がこの天竜同盟に対して必死にぶつかり、打ちのめされ、またぶつかり、大きく大きく成長しています。天竜同盟の入場、おそらく今日も天下高木にプロレスの厳しさを妥協なくファイト、熱き心を叩き込むことでありましょう。さあ最強タッグリーグ優勝へ一直線、天竜同盟、ジャパンプロレスが解散、全日所属となりまして結成された八津鶴田オリンピックコンビにも対抗意識を燃やしております。さあ今日も素晴らしいプロレスをありがとう。天竜原ザ・レボリューションズ、天竜同盟入場です。試合に先立ちまして日本テレビ番組提供スポンサーで利用中に原川をご説明しております。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより両チームに豪華な花束が今贈られました。日本テレビイベントコンパニオンから渡されました45分の一本勝負セミファイナル、両チームの紹介です。最強タッグ VO もらいます。天竜同盟仕掛け人アシュラハラ、ミスターレボリューション、天竜原、天竜源一郎、毎日が試練です、毎日がプロレスです。胸を借りろ高木、グリズリーパワーで天竜同盟を粉砕するか、ジョン・テンタです。千葉大会の解説ジャイアント馬場さん、そして山田隆さん、お二人にお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて山田さん、この試合高木、そしてジョン・テンタがどこまで追い込むことができるかですね。そうですね、まあ、相手がね大変に今その乗りに乗りまくっているチームだけにね、はい、若いそのコンビネーションでぶつかるんですが、大変苦しいと思います、大きな壁なんですね、しかしまあ勝負はやらなきゃねしょうがないんで、こういう強いチームとどんどん当たって、はい、自分たちも強くなっていかなきゃ、まあ、このプロの世界ですからね。そうですね。さあ原、そして高木が相対します。馬場さん、そのあたりどうご覧になってますか。まあ、そうですね、今、はい、山田さんに言われたようにね、やっぱりもう強いチームにねどんどん当たってね、はい、で経験を積んで、はい、負けた悔しさをかみしめてね、はい、それがやっぱり強くなっていく一番大切なことですからね。放送席のジャイアント馬場さんもそうして大きく大きく大きくなってまいりました。さあ誰でもこれを通る道なんです。あっとすごいタックル、馬場さんに伺いましょう。どうですか、芦田原のタックル。いやもうタックルはねやっぱ原は得意中の得意ですから ね、すごいですね。そして今度は天竜、天竜のチョップ、どうです、山田さん。いやまだまだね序盤戦ですけどすごいですね。すごいですね。とにかくね高木選手も大きいでしょ、はい、であの天太選手も大きいですよ、それだけにね今日はね天竜選手も原選手もね思いっきり来るんじゃないですか。お高木も負けていません。今一つ返しました、ならばと返し技、スモールパッケージホールド天竜源一郎であります。あの大阪大会負傷しながら必死のファイトを見せた宇和島、そして熊本大会やはり天竜同盟に挑んだタイガー中野のけれんみのないファイト、この辺を天太高木が今日は違った形でまた見せてほしいですね。そうですね、ですからねあまりね勝ち負けにこだわらずにね、はい、もう自分たちの持ってるものを全部出して、やれるだけやってみようという若さでぶつかってほしいですね。ジョン・テンタが今ちょっかいを出しました、救出に行きました。高木の救出であります。あーっと至近距離からのヒットマンラリアット、どうだとばかりに見下ろした芦田原であります。鶴田八津オリンピックコンビが誕生いたしました。今夜メインイベントで、インタータックの奪回をかけてロードウォーリアーズに挑みますが、それにはかなり刺激を受けています天竜原、ダブルタイトル戦をやろう、そして
鶴田八風とこのように激も飛ばしております天竜原であります。まあ八つはジャパンプロを解散しまして全日本所属になりました。いろいろな思いが交錯していることと思いますが、天竜はこう言っています。今後のファイトがこれからの八つの価値を決めるんだよ。山田さん、そうですね。そうですね、はい、ですからね、本当に勝ってもらいたいって気持ち持ってるんじゃないですか。さあパワースラムです。負けていません。天田高木も負けていません。さあそして怪力のフロントスープレックスグリズリーパワー、ここまで馬場さんどうでしょうか。いや、まあいいですね、はい、やっぱり天田はね、体の大きいのやっぱり十分利用してますよね。あ、もう利用しなきゃ価値ありませんしね。そうですよね。そしてまた山田さん、パートナーがこのジョン・テンタをこの体重をどう生かすかということにもなりますね。あと3台1ラリアット160キロ倒れました。まさに山田さん、妥協ない攻めといいますかね。そうですね。ですからね、さすがにテンタの場合ね、巨体でしょ、で相当タフなんで、はい、体当たりを2発やってダメだったらラリアットでいく、で今のように2人が仮のね、はい、前と後ろのラリアと、もう考えた攻めをね、余裕の中で見せてます。そうですね。さあ今度は高木につないでいきました。高木は130キロあります。元の重量出身、さあエルボーです。山田さん、なりましたね。いやー、なかなかね、思い切った攻めですよ。懸念みなく飛び込んでいきました、これでいいんだと思います。天竜の胸を借りています。足をすくいました。この辺はうまい。さすがベテラン天竜、片指固め。今ちょっと簡単に許しましたね、まあ、取り方がうまかったのか逃げ方が下手だったのかは分かりませんがね。馬場さん、そのあたりいかがですか、今の攻防。やっぱりね、こうやって取られたらね、はい、こうなるということを毎日練習してるでしょ、はい、だからもうやられたら自分で言っちゃったんですね今。あ、そうですか。ということはね、やっぱりもうすでに貫禄負けしてるんですよね、簡単に入りました。あ、そうですかね。さあもうチョップを打っていきます。気迫のチョップでありますが、やーっとこれはいった。おお、これは珍しい。高木のジャンピングスピンキックですか。随分高く上がりましたね。上がりましたね、ただね、スピンはちょっと甘かったんですが、高さはすごかったですね。ありましたね。そして今度はボディークラッシュだ。これは足の原も逃げることができません。ニュートラルコーナー、人間弾道台のように決まりました。そしてタイルドライバーの体勢です。ああ、もう真っ青のタックルを見せた。しかしショルダースルーで返していきました。足の原であります。さあ何があるか、ヒットマンラリアットか。同じ技ではないんですが、同じ風に返していきますね、山田さん、これが意地でしょうね。ため息が出ますね、さあ今度はアシュラ原から天竜がその手を取って、うおおおおたまらない、これはたまらない。さあ円錐だ、バックダンプだ、すごい。カウント入ります。カウント2です。これは驚きました。まあ、これね、胸を借りてるんですからね、はい、まあ、テンタでもね、高木でもどんどん助けに行かなきゃいけないですね、はい、入ります。馬場さんの声が聞こえたようにテンタ入ります。5分経過であります。ロードウォーリアーズには力負けしなかったこのテンタでありますが、力だけではレスリングはできませんぞ。さあテンタを勝った足の原、リング上は高木だ。さあここで寝てしまっては、あー、パワーボムだ。130キロを持ち上げた天竜、横綱相撲カウント3。いやー、和田さん頑張ったんですがね。いやー、頑張りは認めますがね、強い、とにかくね、原天竜チーム文句のない力の勝利、そしてテクニックも十分ですね。馬場さん、一言お願いします。やっぱりね、テンタのこの巨体をね、彼らはやっぱり出さなかったですよね。そうですね。ですからね、まあ作戦的にはもう、天竜たちの方がもうね、はい、1枚も2枚も上なんですからね、やっぱりもう少しテンタも入っていって、自分のパワーを出してね、痛めつけるということがね、はい、ということはね、このやっぱり2人、テンタと高木のね、はい、2人のコンビネーションというのは何もないでしょ。何もありませんね。これがね、やっぱり今後の課題だと思うんですよね、はい、なるほどね。その辺の馬場さんのお話の課題、どうクリアしていくことでありましょうか。5分42